ベッドアクションの一つで、誰かがすでにチップをかけた後に、さらに他のプレイヤーがチップをかけることをレイズと言います。最初にチップをかけるアクションはベッドです。ただし、最初のラウンドではビッグブラインド、参加費を出しているプレイヤーがすでにいるので、最初にチップをかけるアクションもベッドと言わずにレイズと言います。自分の手札が強いと感じた時には、積極的にレイズして、他のプレイヤーに対してプレッシャーをかけていきましょう。では実際にゲームの中でレイズ見ていきましょう。はい、2ターン目が始まりました。ギャンブラーヒカルは何もしないというチェックを選びます。チップをかけることはしません。それに対してカメキさんはチップをかけます。これがベッドです。カメキさんが50のチップをベッドしたんですけど、その50よりもさらに大きなチップをベッドするアクションのことをレイズと言います。ここでは100チップをかけていきます。レイズ。さあ、ゲームが始まりました。俺からスタートです。こちら見てください。フォールド、コール、レイズでベッドがありません。すでにイオさんとエムさんはカードが配られる前にチップを支払っています。なので、1ターン目は新しくチップをかけるというアクションもベッドと言わずにレイズと言います。